にちは。今回はですね、このシングルバーナーもうね、使い始めて半年ぐらい経ちました。使った回数で言えばですね、多分50回以上は確実に使ってるものです。で、この金額がですね、多分2000円ぐらいだったのかな。これはですね、ラゾっていうメーカーで、まあまあこれがですね、Amazon の中でベストセラーにその時入ってたので、これを買ったっていうような経緯があるんですけども、実際ですね、このシングルバーナーを新品の時から50回以上使った現在、どんな感じで変化したのかっていうのを今回はご紹介したいなと思ってます。じゃあですね、細かいところを少しずつ見ていこうかなと思います。まあね、さすがにしばらく使ってるので、こんな感じで変色してるのは多分よくわかるんじゃないかなと思うんですけども、この辺はですね、熱を直に受けるところなんで、変色するのはまあしょうがないかなっていう感じです。なんですけど、ものすごい劣化があるかっていうとないんですよね。だからそういう意味では耐久性は結構あるんじゃないでしょうか。ここのね、点火する部分、これもまだ全然現役なんですね。後でちょっと火をつけて見せるんですけども、この辺もすごく綺麗なもんですよね。熱が加わってない辺っていうのは綺麗なのがよくわかると思います。買った時はですね、まあすぐ壊れたら壊れたで値段も値段だししょうがないかなって思ってたんですけども、そんなことは全然なくて、こんな感じでまだまだ使える感じではあるんですけども、この辺ですね、わかりますかね。ここはちょっと緩いんですけど、まだこの2つに関してはちょっとね、動きにくくなっている部分はありますね。ここはすごいゆるゆるなんですよ、こういうところ。これもですね。だけどこの辺はちょっとだけきつくなっている部分があります。ただね、それでも全然問題ないですよ。で、この下のところなんですけども、下はねプラスドライバーで回せるようになってるんで、プラスドライバーで締めてあげればきつくなるんじゃないかなと思います。今はですね、別に問題もないので何もやってないんですけどね、まあ、多少ねこの辺がきつくなってるとかっていうのはあるんですけども、半年前と比べてそんなに問題は起きてません。まあ、半年といってもですね、僕はかなりヘビーユーザーなんで、まあ、普通の人が使うよりかはだいぶ使ってるはずです。それでもこれぐらいなんで、耐久性に関してはですね、問題なしと言ってもいいんじゃないでしょうか。じゃあですね、ちょっと火をつけてみましょう。こうやってね、一発でつくんで火がつきにくくなったりもするのかなっていうのもあったんですが、その辺に関しても全く問題はなしという感じです。これ今弱火なんですが、ちょっと怖いけど最大にしてみましょうか。うん、ご覧の通りですね、全く問題がないという感じです。この形のシングルバーナーでですね、一番有名なのは岩谷だと思うんですけども、いろんな会社がこの形でシングルバーナーを出してると思います。多分おそらくなんですが、もともとのこの形があって OEM でいろんな会社が作ってるんじゃないかなと思うので、中身に関してはですね、そこまで各社違いがないんじゃないかなっていうような予想をしてます。これはどうしても大量生産のものなので、まあごく稀には不良品だったりとか、あとちょっとガタついてるものとかっていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、そんなにね気にしなくていい確率なんじゃないかなと思います。
あとですね、だいぶ前にコメントをいただいたんですけども、まあ、要はこれ火がつくじゃないですか。ちょっとつけますね。で、ここで火がついて、このカセットボンベとここの距離が近いから、カセットボンベが熱くなるんじゃないかとか破裂するんじゃないかっていうようなコメントをいただいたこともあるんですけども、何十回も使ってて一回もこれが熱くなったってことはないですね。やっぱりこの上に上に行ってるんで、こっち側が熱くなるかっていうとそんなことはないですね。これからですね、ソロキャンプを始めたりっていう方もいらっしゃると思うので、このね、シングルバーナーに関しては必ず一つ持っておくと便利ですよ。まず焚き火とかで火を起こさなくていいでしょ。で、炭を起こす必要もないので、これが一つあるとですね、だいぶキャンプが楽しくなるんじゃないかなと思ってます。やっぱりね、半年経っても、こんな感じで原液で使えるっていうのはすごく嬉しいです。はい、ということでですね、半年間使ったシングルバーナーですが、耐久性としては全く問題なしという結論でした。